足の色も茶色っぽいっていうか、あ、ほんと？なんかね、うん、色がちょっとくすんでる感じありますね。ああ、そうなんだ、うん、まあ、全体的に風邪もひいたし、うん、もう何もかもが、うん、うん、そうします。声が枯れるんですよ、変になってきたら、本当に、うん、枯れたもんね、うん、正月ずっとそんな めでたい時に一番悪くなってたんですね悪くなってた気づかない人とかいるみたいですね、うん、なんかそうですね、全然そういうのないんだけど、うん、手術3回してるとか、あとか、ね、なんか過労死の人とか、過労死一歩手前だったけど、本人はそんなに疲れてる気がしなかったって、うん、これこの体勢、うん、やばいやばい変になりそうな感じですか、うん、いや、うん、これ以上はいけないよっていう、はい、体が言ってるみたいな、はい、でも気持ちいい、これ、うん、これできたら気持ちいい、うん、ちょっとお尻ね伸ばさないと腰がね楽にならないんで、こんな伸ばし方あるんだね。そうですね、もうこれ自分では無理だなちょっとこのちょっと、うん、なんかあんまりやらない方がいいかもとは思います。危ないよね、変にね背中丸めたりして余計痛めたらね良くないんで。お尻の付け根の裏側でしょ、うん、なんかわかんないなって言ったらいいのか、うん、こんなとこ伸ばしたことない確かに私もこう仕事でやりますけど、その以前には全くやったことないし、多分普段の中でやったことないですね、うん、普段の生活でそこの筋肉使ってるかなって今思ったっていうぐらい不思議な場所だった。いたのそんなとこに。まあね、まあ体ってそんな感じですよ、ほとんどはね、うん、普段って意識して動かさないですもん。でも普段使ってるとこって本当そういうことなんだって思うね。つながってるそんなとこまで知らないっていうのがすごいある。確かに。なんかこんな外側の太ももの筋肉なんか知らないし、今すごい伸びた。大丈夫ですか？大丈夫。回しますね、うん、足裏がものすごい冷たいですね。足裏がすごく冷たい、指先とかすごく冷えてますね、うん、冷えやすいんでしょうかね、気をつけてはいても、うん、まあ、なんか冷えやすいとかよりももうそのそこまで回せるほど体力がないというか、もう疲れちゃってるから、そういうことか、うん、だと思うんですけどね。そうかも、うん、そうかもしれない。いっぱい本当にすごい泣いてみたらどうですか。痛い そういうことだよね、まあ、もう本当にもうこれちょっとでも触ったのか刺しにそうみたいないやでもね結構演技はしてるんだけどな。そうですか、怒ったりもしてるけど、うん、効き目なし、うん、逆に泣かれる。あ、そうなんですか、もうめんどくさくなっちゃうでもまあなんか何かしらママの気持ちはどう思う、これされたら嫌でしょみたいなこととかで、なんとか納得できるような方向に持っていってるんだけど、調子乗ってる時はダメだけど、本気で言っててもなんかこう分かったってなる時もあれば、もう逆切れじゃないけど逆泣きにされたりとかよくあるね。最近それ多いね。マミちゃんが悲しくなったっていう違うやろみたいな
あ、悪者にされちゃうんですね、なんか、うん、結果的に最近多くなったそれお母さんひどいみたいな、うん、ひどいなはい、ま、ちょっと紛らわしくなってきた感じですかね、うんうんはい、これ左の方が痛い感じ、うん、そんな感じしました ねやってて、まあうんうん、これね、うん、あれ右の方だったのよ、はい、最初来た時は、まああはい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 、ってことは右がほぐれたってことかもしれないですね。あ、今挟まってる、うん、このね、この動きが左の方が硬かったですね。ちょっと外に倒していくのが、場所場所か、まあ場所場所っていうのもあるとは思いますね。また別のお尻の筋肉伸ばしますね。はい、はい、あー、はい、大丈夫、これはすごい、はい、うんうん、いい、大丈夫です、はい、ちょっと位置変えますね、多分怖かったんだと思う、はい、まあそうですね、ちょっとね、過敏になってるところもあるんですよ ね、うん、なんかがやってるんだよ、そこ、はい、ここ開いたっていうのは何回かやってる感じ、だから怖いんだ、そうですね、多分結構そういう、まあ、悪い記憶というかいろいろの経験が悪く作用している部分もあるでしょうね、うん、またこの短期間で何回かやってるんだよね、多分、うん、そうですね、なんかそうするとちょっとこう思い出してフラッシュバックするみたいなね、うん、うん、怖くなっちゃうとか、大丈夫でもなんかやばそうみたいな感じで、うん、心配になるみたいなことはありますよね。身構えるのが多いからね、今。膝を立って大丈夫だったりにして、はい、はい。